漁船に乗ったら21か2かぐらいな俺はもうないね。働いている時はいないで、たまに帰ってくる。月に1回ぐらいですかね。子供の頃の幼い記憶としては。メイゴはカツオとカツオと5月になったらね、マグロを生地替えてね、家でおったけどね、働く口もないし、上級祭の半ばあたりでね、行きました。マーシャルの時にね、あったわけですよ。で、何回か乗った時に、そのビジネス系にあったんですか？そう。あれは何年やったんですか、最近に。29年かね。地下団地に出た。で、その公開にやられたから。実験があるいうことは知らなかったでしょう。知らんかったね。幹部はどうか知らんけど、普通の船員は一つ知らなかったの。もう鏡のようにピカーッと光るの、海が。ピカーッとね、なったような、明るくなったようなね、感じはしました。それで見たらこう、みんな鉢巻きも全部まくりしてるわけ。これがいい。汚れてた。うん。やっぱり、灰でね、ちょっと黒みがかかってね。うん。でも、タオルも真っ白にはやるないけどね、全部そうや。水は貴重なので、放射能の雨が降った時も、溜めて使ってたんですよ。はい。まあ、航海中はね、ほとんど水耕業ね。シャワー代わりに雨を浴びた。はい。うん。海水汚染がひどかったんでね、それを分からずに海水使ってた。歯磨きはほんのコップいっぱいちゃうから、海水で洗うちょって、水で。だからお米研ぐのも海水で。はい、2日3日はね、野菜もあるけど、4日目ぐらいになったらもう何にもない。でも取った魚を身は売らないじゃんから。この腹ごと、その内臓、胃袋全部を自分らで処理して食べる。まあ、内臓が一番放射能弱いって言ったけどね。内臓が一番先だったね。ポートの当時は僕はもう初めてやし、港に入るまではまあ情報は全然通じてなかったんですよね。魚を下ろすというかでね、一番横付けにいて。カメラマンが用意していましたけどね、出したのかとは思ってましたけどね。入ったら調子くらいましてね。東京直事入った時に全部振って、魚が売れんで、お家へあげて、飛行機目に絶対もう売れんぞいうことになって、起きて無線で聞いたわけ。市場へ上げちゃうかを全部また船積み込みましてね、何マイルか沖に持ってて、廃棄しました。父親がその船を降りたのが、私が小学生の3年生ぐらいだったと思います。で、それからはずっと家に居始めたので。下降りた原因はやっぱりなんか体調と関係あるんでしょうか？船員手帳 の、 その雇い止めっていう最後のページには病気のためっていうふうに書かれていたので。帰られて血液検査に行きましたよね。検査する人はこう白い服、白い服でね、電池みたいなもの下げてね、ガー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 言うて、放射能を鳴らしてまって頭から足までこうやったんで、ガー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 って体にも反応あった、あったね。その時は教えてくれだったでしょ、はい、先生は。あなたの検査の結果どうって言うと、今まで一切僕らが知らないでもらえませんでした、それで情報公開請求をしたんですよね。そして出てきたのはこの書類です。谷脇さん、眼球結膜充血って書いてます。貧血状態が見られると書いてます。赤血球は造血機能の錯乱状態の
ガーンと上がったりガーンと下がったりするっていう、そんなような、ね、感じになってた感じ。これは放射の被曝の影響を人にできない、この時はだから相当しんどかっただろうと言って、はい、先生、病院の先生は言ってるんですけど、はい、やっぱしんどいってことは本当ありました。俺はちょっとバーッたらね、言うと僕は横になってて、ね、仕事してましたよ。突然体調がおかしくなって立っていられない状態となって救急車で運ばれた。病院で1週間ば意識なかったけんね、腹下しやら上げたりなんなりながで、船降りて 2,3 年目ぐらいやね、どうも盲腸やね、盲腸切られて、でここにもんでしよったけど調子がいい、これは喘息じゃ言われて、入院何回もやったけどね、この歯のほら検査をして 319mmHg のその広島の爆心地 1.6 キロに値するということで、船降りて 7,8 年目ぐらいからね、一本抜け二本抜けしてね、歯がね、もともとはすごく丈夫な人だったらしいんですけど、あの歯槽膿漏で歯がかなり悪くなってるっていうことを聞いたのと、あと目ですね、視力があのかなり落ちてた。あの自分に友達らも三崎の海に乗っちゃって癌で死んだがよ、二人は死んだんで、同じ船に乗っていた船員さんたちが結構早くして亡くなってるっていうことを言ってたので、自分もやっぱ同じようにその癌で死ぬんじゃないかっていうのをあの怯えてたと思います。60になってすぐの頃にあの胃がんで胃の3分の2ぐらいを摘出をしてると思います。肝臓がんになったのが3年前ですよね、あの手術したからね、胃と胃も悪く肝臓と肝臓はこれが取って胃も胃がんです、人に見ればあの胃はほとんどもう溶けたね。肝臓悪くてね、何十年もかかって、あの熱が出るね、ものすごい40度は。そうしたら心臓悪くなって、心筋梗塞でね、救急車で運ばれて、胃も切っちゃう、ね、糖尿病じゃいうしね、白血病とも言われたんでね、いろいろ言われたんや、兄貴が皮膚がんで。それじゃあお兄さんも一緒に船に乗ってたの？乗ってたんですか。皮膚がんで、この手のね、どっちゃの上っていうの親指から大腿関節から切ってのけて転移しないで肺に、はい、まあ実験が起こったあたりの出来事ですよね。聞く機会はあったでしょうか？なかったですね。父親は本当に喋らなくて、あのビキニの話とか自分の辛かった時のことっていうのは全然話さなかったですね、はい、家で聞いたこととかをあの外で言われんっていうふうにずっともいつも口癖のようにこう母から言われてたので、ただあの精神的にすごくあの荒れていたっていう感じがあります、はい、キーンっていうような金属音がするともう本当にこうガーッとこう表情が変わって耳塞ぐみたいな、こういきなり怒り出したり、その弟に暴力を振るったりとかいうことがあったので、父親を嫌ってたし、もうほとんど会話とかなかった。お母さんはどうされましたでしょうか？自分の母親が自殺するっていうことは想定外だったので、家の中で父親がもうイライラして子供を殴ったりとか、そういうこともあのずっと家族がこう関係が壊れてきたっていうことへ の要因としてはあったと思います。船員保険の不払いの通知が来たんですね、はい、で有識者会議で健康被害があるほどの被曝ではなかったっていうことが出されて、で船員保険のその申請した船員さんたちも不払いの決定が下りてるんですけど、えっていう感じでしたね。全然なかったというような発言はそれは許されませんよね。実はあったことには間違いないですけどね、みんなね治療受け抜く大きいやから間に合わんで死んじゃうがいい、みんなね、みんなが生きないかがいい、
ね、これも核はどんなことがあったち、あのやったらいかんし、やめないかん。実際にその船員さん、亡くなっていた船員さんの家族とか、人間を見てほしいし、その人のこの人生を見てほしいし、生の人間の声を聞いてほしいなというふうに思ってます。